候補老格ずりおも君は、当代幻想長に仕えた官僚。ガニ長寺、このリアキミチと共に、北州がの祖とされる。また、唐の創出であり、最小となったリ、リリンポのお辞にあたる。リエンの祖父である、リトラのヤシャゴにあたり、リエンの重帝にあたる長平王李宿良の孫。李宿良の慈子であり、元州都督府長氏となったリ、リ高カ武の子。若い時から、 芸ー祭により、呼び生やされ、高層の時に、江戸礼に就任した。しかし、不足点によって、利氏皇族が数多く外にあったため、官を捨てて隠れていた。新竜元年、唐が復興したため、中層により、宗忠司教に任じられ、老成軍校に封じられ、二百校を与えられた。液州長子を経て、開元元年に、サウリン大将軍となり、報国校に封じられ、 さらに二百個を与えられた。さらに、右、武衛大将軍となったが、開元六年に死去し、旗衆し徳を送られた。死後、李用により、秘文が作られ、李用も君妃として伝わっている。書画において、一時の妙と称され、その山水が、樹木が、新鮮側、高い評価を受けた。そのため、李将軍山水として、彼の山水側、後世、 金碧山水画風を代表するものとして有名になった。当時の人に大事将軍と呼ばれたと伝わる。番頭の死刑弦の当庁名画録では第3位の新品化と評されている。画風は着色にこだわったもので貴族的であった。幻想の命により古道元と同時に食道、火梁港の山水を大道殿に描いた。 五道元が一日にして完成させたのに対し、数ヶ月かけて完成させ、幻想により同様に称された話が残っている。彼が大道殿に描いた泉から、夜に水がほとばしる音が立ったという伝承もある。なお、この利明道、お祈り林保、弟の利重会、鉄村の利味なども絵画に優れていた。利重くんの子、大使駐車に任じられた。 父と同じく山水画に優れ、将軍医にあったことはなかったが、父にちなみ、李正将軍と呼ばれた。当庁名画録では、第4位の名品上に評され、父より下に評価されているが、長飛行園の歴代名画記では、父より高い評価を受けている。長獣画も得意とし、海図という画題を編み出したと伝わる。山水の変は、五道元に始まり、李を猛君。 リアキミチフになると、長飛講演が歴代名画期において表している。父と共に引退画の敬譜と重なる、北州画の祖とされる。ありがとうございます。